小路は、韓国ソウル特別市小路区にある道路及びその、周辺の行政地名、江北と呼ばれる、旧市街の中心地であり、繁華街である。道路としての小路は、西は、光貨門交差点から、東は、東大門市場に至るまで直線上に伸びる、大通りであり、その名称は、金閣があることに由来する。繁華街は、この大通りの両側に発展している。小路近辺には、 ミョンドン、インサドン、東大門市場などの観光地がある。また金閣、近代的な西洋的な要素を取り入れた公園として知られるタプコル公園、世界遺産の創病などの史跡も存在し、観光地として人気がある。大通りの地下をソウル交通公社1号線が走っている。光家門駅、金閣駅、小路3階駅。 小路後外駅など小路の大通りに乗降客の多い地下鉄駅があるのと同時にバスの主要路線もソウル各地域から乗り入れていることもあり市内各所からのアクセスも良い復元工事が完成した成形側ウルチロと並行しており上陸性の街並みを形成していることも特徴1903年の小路小路は朝鮮王朝の首都関陽の東西軸となる道路として作られた 雲十街などの名称で呼ばれたが、加熱軌道があることから小路という故障が定着した。六位店と呼ばれる雇用商人の店が集まる商業地区であった。日本統治時代には小路に京城支店が開通した。現在のミョンドン付近が日本人中心の繁華街であったのと対照的に朝鮮人居住地域の中心街として発展した。現在の小路タワーの位置に、 朝鮮人資本としては初めてとなる近代的デパート、カズノブ百貨店や男性者をはじめとする映画館外、貴金属店などがあった。現代グループも小路にあった自動車整備工場が原点である。このため、韓国ドラマや映画の舞台になることが多い。現在グループ創始者の低周囲を描いたドラマ、英雄時代などはその一例である。大韓民国成立後、試練に変わり、 日本の経済援助によってソウル地下鉄1号線が開通した。これは韓国で初めて建設された地下鉄である。近年は再開発も盛んである。金閣の向かいに立地する近代的構想を建築、小路タワーや小路一街付近の新進堂の再開発などがその代表に挙げられる。しかし、ピマッコルをはじめとする昔ながらの飲み屋など韓国の 不税がなくなるとの批判の声もあり、小量の再開発には疑問を呈する声も少なくない。ありがとうございます。